サファーでの過ごし方は香りを楽しむ。雑誌とかも結構いろんな国からいろいろインスピレーションゲットしたり、いろんなブランドのこの要素がこうやって混ざることでなんか自分オリジナルの空間ができていくのがまたインテリアの楽しいところかなと思います。 Welcome to my closet Japan。 Japan って書いてあるけど買ったところはスペイン。これなんかも私の日本のおばあちゃんが私の母親に渡して私がもらっちゃったっていう、こんな遊びがあるバッグは本当になんかもうアートピースみたい でこちらは私の本棚コーナーで、ここは私のアメリカのおばあちゃんのノナが集めてた品々で、私子供の時一個ずつこうやって盗んで日本に持って帰って、いやでもここの本当にエリアはもうなんか自分の今までのなんか行ったところだったり全部が詰まってる部屋で、宝物っていうかもう結構なんだろう、タイムバックできる空間で、ここに来てこうやってまた明日からも頑張ろうってなる。このライトはもう私一番のお気に入りで、ドライフラワーのアーティストのみなみちゃんと一緒にこうやってはしごを登りながら一生懸命つけたこのドライフラワー、初挑戦したのがこのシャンデリアのライトです。 3,2,1 こんな感じですを家の中で音楽で遊ぶことが多くって、音楽聴くのはもちろんだし、こうやってなんか遊んだり、こうウクレレでこうやって音出してみたりとか、自分をリラックスするために子供の時にファミリーメンバーが聴いてた曲とかも書けるし、見て楽しむこともすごい好きなんだけど、やっぱり聴いて楽しむっていうか、自分の五感をこうやってなんか呼び覚ますというか、音楽は自分のライフに結構欠かせないものですね。私のアメリカのおばあちゃんがアリゾナに住んでたから、ちょっとアリゾナっぽいテイストだったり、ちょっとメキシコっぽいテイストだったりが入ってるかな。玄関には暖かい雰囲気で、人が入ってきたら、はあ、なんかすごいここすごい暖かい家だねって思えるような玄関にしてます。These are my five favorites. Thank you for watching. Bye bye. これ超楽しいの。